河原町から1000円にしようかとりあえずちょっと河原町ぐらいから、うん、河原町名前だよ900円930円だからね、今出川でちょっと1000円っていうのはまだね、はい、まあそれは分かるんだよ、はい、もうほとんど学生だから、はい、河原町は全然だって辛いラーメンなんなの1000円超えてたと思うんですよ、はい、でもそれなりに出てるでしょ、関係ないんだって。だって家系ラーメンの、まああれを家系とするならね、家系ラーメンのデフォルトで1000円超えてる店ってあるのかな。いやないと思いますよ、俺が知る限りはない。あ、まあ、デフォルトで革新家はもしかしたら上げてるかもしれないけどね、あの、そら豆の。でもあれはちょっとストーリーが違うじゃん、はいはい、素材もだからそういうことなんだよ。その別にね、厳選素材使ってどうこうって話じゃないけれども、やっぱりあれにブラッシュアップしたっていう価値が乗っかってるから、そりゃ世の中の800円の家系とは値段違うよねっていうのは当然じゃん。行った時にやっぱりスープ濃度、まあね、いやいや、それはもうあの絶対的な課題だと思うんですよ、本当に、うん、課題というかやらないといけないことだと思います。あの全ラーメン店というか自分がこだわり持ってるっていうものであるんだから。でこだわりあるんでしょ。ありますよ、もちろん。騙されたと思って司令と7代目1000円にしてごらん本当にだよね。俺の予想だけど客数も減らん、あそこは。確かにね、そので大事なのは、うん、しれっと上げるこそってね、あの余計なこと言わない。原価が高騰しとかね、人件費がどうこうでとかね、さっきもしれっと上げる、しれっと上げる。でも本当にやっぱ事実高騰してて、事実だって思うのはさ、うん、まあ一段も行くでしょ。はい、行きます、行きます。一蘭行くときにさ、値段気にしたことないでしょ。ない。まあ、うん、ない。で、あのときは一蘭に行きたいから行くんだよ、はいはい、近くで、この時間でやってて、おお、豚骨食いたいねって思うから一蘭に行くんだよ、うん、だしね、まあ京都だったら例えば木屋町で三好に吸い込まれてしまうことはあるじゃない。あれも値段気にしてないじゃない。上がったから、あ、じゃあもう三好行かないにはならないんだよ。それ、例えばその時期とかタイミングって重要じゃないですか。そう、要はその一蘭っていうブランド、まあまあ芥川っていうブランドが確立されてるんだったら、だから確立されてないとして、うん、一蘭っていうブランドが確立されて、例えば一蘭が我々がめちゃめちゃこだわってますと、うん、めっちゃこだわってるし、今後やっぱ書いてます、だからこれは1000円取るんだっていうスタンスを、マーケットがお客さんが分かってない状態で上げるっていうのが危険です。お客さんなんて分かってないんじゃない分かってないっていうか、はい、もっとシンプルな話だと思うよ。そのラーメンを1000円出してでも食いたいか食いたくないかっていうだけの判断だと思う。これ実際海外で言うと一番もう大賛成なんですよ。日本って結構そのストーリー見ませんか。見るね、見る人もいるね。要はどこどこに修行したとか、あ、それはあるよ。そう、誰々が監修したとか、うんうん、結局日本ってそのストーリーを見てそのラーメンの価値を結構事前に決めちゃってる部分があったりとか、うん、あるね。一番最初はパッて行った時にラーメン1200円とか、まあリンさん、リンってあるじゃないですか、うん、リンってチャーシュー麺で多分1700円とか、実際もっと最初だったから、そこから値段下げたらしいですけど、なんかそれってこうパッと行って、今の日本の文化でいうとパッと行ってパッと高って今のはまだなってしまう状態で、そうなった時にそのストーリー性ってものすごく重要なのかなって俺は思ってて、でもその人は多分リンのストーリーを聞いたところでそこに払うかっていうと難しい気がしてるんだね。だ前もって知ってて、はい、意味があると思えば別だけど、一生懸命説明したとしてもこれこれこうでね、札幌にこういうお店があってねって言ったところで、いやでもラーメンで1000いくらは高いよっていう、でその人は何のことがない、リンの客ではないんだよ。それはまず最初こうそのぐらいのブランド価値を高めた状態で、もちろんもちろん上げるっていうのは、上げるっていうかその金額を狙えるわけで、した時にじゃあ7年前だったら俺こんなこと言ってないって話、うん、なるほどね。言うたらもう京都の家系一人勝ちじゃないですか。
いやいや、まあまあまあ、京都の家系といえば、はい、まあね、ただまあいろいろありますけど、はい、そうよ、もちろん個展ではいいお店たくさんありますよ、はい、でもまあ店舗数も含め、はい、そうですね、で実際に多分売ってるのも店舗ごとで見ても多分一番選ばれているわけですよ、はい、った時にで、なんなら芥川よりも安いラーメン屋さんはある現状、あってもそこに行かないで行ってるってことはね、はい、その人たちは値段で選んでない、はい、だからもちろんそのこの間値上げしたって言ったけど、そこで離れた客は絶対いるんで、います、います、一定数、はい、だその人たちは別に芥川じゃなくても良かった人たち、だから価格を上げていけばいくほどファンドというか精査されます、うん、で、あの純度が増してる気がするの、純度が増したラーメン屋さんってめっちゃ強いと思うんだよね、だから不特定多数を相手にしなくてよくなるんで、だからその家族連れも来てもらわないと老若男女って言ってる時点でもう幅広くやんなきゃいけないから、メニューもいろいろ揃えなきゃいけないとか、テーブル席作んなきゃいけないとかって出てくるけど、もうここうちのファンだけ来てくれっていう、でそれが別に全店舗じゃなくてもいいかもしれない、尖った店舗があってもうそこに関してはどん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 行っても多分どこまででも行ける、なるほど、なるほど、と、まあ、それが 7代目だったり、まあ今だったら7代目、うん、クントンの、まあクントンかな、そうですね、うん、なるほど、それはあの少し考えてたりします、うん、もうすぐ1000円になりますよ。いやだって1000円だったらお客さん減ると思う。いやそれ減るけど、来ない人はいるけど、大幅に減るとは思わないでしょ。そのちゃんとした方々にとってちゃんとした武器、あのまスープだったり接客だったりとかしっかりしたものをお客さんに提供できるのであれば、それに対してその来てくれるっていう、俺はここが好きなんだ、この店が好きなんだっていうお客さんは、あの近づくいてくれるとは思う。間違いない。家系初の1000円超えを目指しましょうよ。家系初ね、それ絶対なんで、あのチンタンの醤油とかさ、シュッとしたのばっかりだよ、世の中の1000円超えって。であれはやっぱり厳選素材が活かしやすいというかさ、だからその副次的な情報もあるし、まあ、もちろん接客、店内のなんていうんだろう、雰囲気も含めての総合的な部分だと思うけれども、でもじゃあ芥川が決して汚い店があったら全然そんなことはなくて綺麗にしてるし、全然ありだと思うんだけどね。1000円取ったっつってネットで叩かれて、はい、でこの動画見て、あいつが消しかけてたぞ。いやでもいいんだよそれで、うん、もうごちゃごちゃ言うやつは言うから、うんうん、それはねもう気にする必要はない。まあその本当はやっぱ金額面とかやっぱそういうのってやっぱラーメン屋絶対必要だと思うんですよね。そのラーメンブランドの価値を上げるためにはその、うん、こういうところだったら来たいっていう風な風潮をやっぱどうしても作りたくて、それはやっぱ作る構成も含めいろんなものも大事だと思うんですけど、安売りしてるラーメンよりもやっぱりちゃんと高く価値をつけてるラーメン屋で、いやでもそれはそうやと、働きたいし、マジでそうやと思う。自分がやってるものに対してやっぱ価値があるものをやっぱ提供しないといけないと思う。海外がそれができてて、なんで日本ができんねやっていうところが、どうしてもやっぱこう今の流れで言うと、まあ、それは歴史だもんね。そうそれがやっぱ、まあ、区役家ではあるじゃないですか。安い食い物でスタートしてしまったからね。もともとね、博多ラーメン、博多ラーメンびっくりするよ。現地は絶対未だに300いくらとかあるからね。ほんまにあれはまあええけど、ええけど、ええんかそれでってもう、ね、だから山田さんの言う話だよね。博多ラーメン屋さんもどんどん1000円超えていく店が出てきていいと思う、うん、俺も絶対こっちの方がいいと思う。だってすごい大変なことしてんじゃん。いや本当に無理なんですよ。ガス代もバカにならないしさ。
ガス代とかも今ほんまに上がってるし、小麦が上がってるからまあまあもちろん麺も上がるし、世の中の情勢とかお客さんのことを一切考えないとして、はい、まあ、今かけてる原価、はい、それから人件費、はい、でまあきっちりもっとしっかり払ってあげたいっていう希望の、おそらくそのベストはまだ出してないと思うんだよね、はいはい、ベストのお給料を出してあげたいって言った全部を満たすとしたら、はい、1杯いくらだったらそれができるの、感覚としてできるっていうのは、まあ、今のができるのはあると思うんですけど、自分が、まあ、今の苦労、スタッフの苦労とか、まあ、もちろん材料費とか、まあ、いろんなものを含めると、1500円ぐらい、1680円、うん、ということはね、本来はそれを取らなきゃいけない。いや、そうなんですよ。本来はね。ってことは、今、ほぼほぼ半額で売ってんだよ。そうですね。ダッサッ。ね、いや、でも本当にそのぐらいのは、俺はその海外で、だって海外で作って、あれが3000円とかを食べてもらえるんですよ。それも美味しい美味しいって食べてもらえるんですよ。やっぱ日本でこの食文化のこの技術をやってるものに対しては、まあ、海外ではね、まあ、レートが違うっていうのあるかもしれないけど、でもまあ1500円ぐらいはどうなんだろうなって個人的には思うんですけど、でも普通に何も考えてない、情勢も考えてない。いや、これ全然その下に見てるわけじゃないんだけど、まあスタバのねフラペチーノがあるじゃないか、あれ季節のフラペチーノとか700円すんだよ。ラーメン一杯と一緒だよ。それはどう思う？あれでもなんかこうやっぱりあれ高いって飲まない人はいるよ、はい、でその人たちはスタバを飲みたい人じゃないんだよ。でその人たちはマックのシェイクでいいんだよ。ラーメン文化って結構もっと根強い気がしますか。ラーメンの金額っていうところのマインドっていうか、その潜在意識みたいなのって今の日本ってもっと根強い気がします。それがね、いや、それがすごい俺危険だと思ってて、まあ言うたらもうすぐ40です、50超えてるわけですよ。今の人たちと20年違う。この20年の差って結構大きい気がしてて、だってもう今の若い子たちが、まあ、18とか19の時って要するにもう僕らとは20年以上違うわけじゃない、はい、20年の差じゃない、はい、ただ30年違ったらさ、やっぱりラーメンに対しての見方とかもうちょっと育った場所あると思うよ。福岡で育ってたらラーメン安いもんっていうのはずっとあるかもしれないけど、都市部で育ってる場合は決してラーメンは別に B 級グルメでもなければ安い。だから俺らというか古い人間たちは未だにその残像を引きずっていて、ラーメンって高かったら売れないんだろうなとか安い食い物だよなって思ってる部分があるけど、若い人はもしかしたらそうじゃないのかもしれない。全然ね、うん、だとするしたとしたら、東京がラーメンほぼほぼ1000円超えてる状態ってなきゃいけないっていうふうに感じて、うん、だからどういうことかというと、作り手側がビビってる。なるほどね。ビビってるっていうか誰も手あげないもそうだし、市場の感覚が変わってるってことを理解してないんじゃないですかってちょっと思ってるので、実際1000円超えたお店を見てても誰一人として閉まったっていう人いないんだ。なんで今まで1000円つけなかったんだろうってみんな言うんだもん。それはやっぱりこっちはほら想像でしかないじゃない。だけどお客さんのマインドって30年前と同じわけがなくて、だからほらなんか俺らからすればさ10年前の若者も今の若者も同じ若者に見えるけど、明らかに全て入れ替わってるわけで、なんなら7年経ってるわけだから、お宅に来てる学生さんもね全員入れ替わってるんだよ。同じように大学生が来てるけど、その大学生は7年前の大学生ではないっていうことを考えると、いや
実は我々が勝手になんかその敵を作っちゃってて、うーん、それに恐れてるだけなのかもしれないよ。はい、というわけで1000円超え決定、芥川が1000円超え決定でございます。いやいや、でも本当それは本当にもっともっとね、価値を上げないといけないと思うんで、あのラーメン業界本当にそのもちろんそのね、高い店安い店あってもいいと思うんですけど、やっぱラーメン業界全体がこう盛り上がるようにしないといけないというか、その価値されてる人たちがどれだけ苦労して作ってるっていう価値はやっぱね、我々経営者が上げないといけないなと思うところでございます。